ちょっと面白い実験の話をしたいと思います。猿にですね、貨幣を与えたんですね。猿の社会に。はい。人間が手の上に乗っている銀色の板がアルミニウムでできたですね、トークンと呼ばれるですね、貨幣です。真ん中に穴が開いています。で、このアルミでできたトークンで、オナガザルが来た時にいろんな果物と交換。 してあげたんですね。そうすると、オナガザルはあっという間にその貨幣という概念を理解してですね、最初トークン1枚でリンゴ1切れというふうな交換率でやってたんですけども、時間を決めてバーゲンセールというのをやったんですね。つまりトークン1枚でリンゴが2切れもらえるというふうなことを始めたら、あっという間にですオナガザルはそのリンゴを配るところに列をなしてですね、<laughs> 群れをなしてリンゴばっかり欲しがると。 で、トークンの交換率が違うことによって損得感情というのが分かってくる。と,というような形で、だん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 レベルを上げていきました。で、サルはですね、貨幣の価値、意味を理解してですね、ついにビジネスまで始めました。研究者がですね、驚いたことに、オスの猿がですね、メスの猿に交尾しようとして近づくと、メスの猿はそれを拒否して、オスの猿が持っているトークンを見たんですね。 そうすると、オスの猿は、メス猿にトークンを渡して、セックスさせてもらうってですね、やはり人類最古のビジネスは売春であったというのをですね、すごいですね、あの、まあ、実験したんですよ。で、受け取ると、メス猿はそのトークンを受け取ると、すぐにブドウを購入し、そのブドウの列に並んだそうなんですけども、であとですね、そのキュウリも出してたんですよ。で、そのスライスしたキュウリのですがですね、 ちょっとアルミっぽい色に光って見えるのですね。一生懸命噛んで真ん中に穴を開けて偽造貨幣を作ろうとする猿も現れたということですね。<laughs> 偽金作りまで始まってしまったというですね。このオナガザルの実験によってこれまでこれは人類特有だと思われたような行為っていうのはそのオナガザルの社会でもあっという間に入る。ただしこれをやってしまうとオナガザルの社会はすごい勢いで崩壊したそうです。つまり野生のオナガザルの社会 社会性というふうなものが、この貨幣という概念が一つ入ったことで崩れていって、で、オスとメストが、なんだろうな、あの、お互いに、えー、交尾相手を見つけるのもうまくいかなくなって、社会性というのを崩壊していったというですね。なんか、なかなか面白いことが言われてます。で、今回話すのはですね、その中でのノーフェア不公平実験というやつです。えー、これはですこのオマキザあ、ごめん、オマキザルですね。尾がこう、くるっと巻いてる猿だから、オマキザルオマキザルのですね、 これをですね、二匹で一組のペアに組ませるんですね。両方にですね、キュウリを与えると。トークン1枚を持ってくると、そのためにキュウリを与えると。そうすると、おまきざるは喜んでキュウリを食べる。キュウリも、あの、ま、あ好物というわけではないですけど、おやつとして美味しいから、キュウリパク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 ってあるんですよ。でも、もっと好きなのがあって、一番好きなのはブドウなんですね。で、またトークン持ってきたときに、この二匹のワンカップルのですね、カップルのですね、えー、おまきざるに、ブドウ一つずつあげる。喜んで食べる。 さあ、ここからが実験です。では、一方にだけブドウを与えて、もう一方にキュウリを与えるとどうなるのか。うん、でおまきざるはですね、葡萄をもらった方は喜んで食べるんですけども、キュウリをもらったおまキざるはですね、すごく不思議そうな顔をするんですね。で、もう一回その人間の方にですね、手を出して、俺にも葡萄をくれっていうふうに言うんですよ。で、もらえないと。そうするとど、んどんどんどんストレスが溜まってきてですね、何かこう不思議な行動を始めるんですね。 それを何回も何回も続けるんですよ。一日に何回か、おマキザルにはトークンが与えられる。そのトークンですね、貨幣を持って交換に行くと、自分とペアのやつはいつもぶどうがもらえて、自分はいつもキュウリしかもらえない。ついにストレスが溜まったですね、オおキザルはですね、キュウリの受け取りを拒否するんですね。不思議なんですよ。両方ともキュウリをもらった時は、喜んでキュウリを食べてる。だからキュウリが嫌いなわけじゃないんですよ。 そうじゃなくて自分だけがキュウリがもらえないということで,ですね。怒って人間の顔にですね、キュウリを叩きつけたんですね。そうやってもう、キュウリなんかいらねえよとか、俺公平に扱ってくれないんだったら、こんなキュウリなんかいらないよっていうふうに、すごい人間っぽいことを始めてしまう。これによって、霊長類、猿にも公平という概念、次に公平が破られた時の怒りみたいなものがあるっていうのが分かった。これがですね、ノーフェア実験です。 まるで人間みたいなんですけども、猿と人とはやはり違うんですね。何が違うのかっていうと、猿は目の前の結果だけで起こるんですよ。オマケザルの実験は目の前の相手がブドウをもらって、自分があのキュウリをもらったから起こったんですけども、これが何十匹という猿の中で、あるものはブドウをもらって、あるものはキュウリをもらってだったら、ここまで極端な反応は出なかったんですね。それはどういうことかっていうと、みんなっていう概念がないんです。 には、みんなといの結果だ,けだからペアを組まされたんですね比較がはっきり分かるようにですね。でんでかっていうとこれあの,、まあ、あのサピエンス全史のところで話すつもりだったんですけどもホモ・サピエンスの進化というのはいつ頃にあったのかっていうとその人猿種ですね人間のもとになっ というかそいたわけなんですけどそいつらはですね、まあ100万年以上前に生まれたんですけども、そいつらがホモサピエンス種として固定して、言語を持って僕らみたいなものになったのって、割と新しくて、まあ大体10万年いかないぐらい、7万年から8万年ぐらい前の昔というふうに言われて、それの結果は何かっていうと、なんかね、抽象概念の共有というのを始めた。例えば、国家であったり、 俺たちっていう言い方でもそうですし、うちの学校でも何でもいいですし、日本人でもいいです。そういうですね、抽象概念の共有というのを始めたのが、ほんの7万年前で、こっからものすごい勢いで他の生物を駆逐し出したんですね。つまりこれがホモサピエンスの誕生きっかけというふうに言っていいと。僕らが思っているより、歴史はですね、思い切り浅いんですよ。で、民族とか神様というようなですね、そのものを作ることによってですね、 えっと、会ったことのないような群れでも自分たちだというふうに同一視できる。どういうことかっていうと、例えばネアンデルタルジンとかですね、そういうですね、他の人類っていうのは、一つの群れの人数の上限が100人とか150人ぐらいなんですね。それ以上の数になってくると、我々っていうふうに共有できない。ところが、ホモサピエンスに限ってはもっと大きい人数、200人、300人、400人というですね、いわゆる、なんだろう、覚えきれない顔の数の人数でもですね、 我々というふうに考えることができると。なので、例えば、遠く離れた群れ同士でも物を交換できたりですね、国家というすごいでかい集団を作ったりですね、100人以上を使った狩りとかができるんですね。なので、なんだろう、他の生物に対してですね、すごい有利な位置に立てたというふうに言われるですね。チームのために死ねるとかですね、民主主義のために死ねる、正義のために死ねるとか、こういう活動ができるようになった。これがホモサピエンスの強さなんですね。 で、その代償として、いいことがあれば悪いことがあるんですけども、えー、みんなっていう概念が分かってしまったら、じゃあみんなと比べてっていうのが分かっちゃったんですよ。さっきのおキザ猿の実験は、目の前のやつにはブドウをもらってるのに俺はキュウリっていうふうにしか悩まないんですね。メスの取り合いしてる時に目の前の猿に負けて、俺はこのメス猿から振られた。これは分かるんですけども、みんなそこそこ、 彼女いるのに、彼女ザルいるのに、俺この歳になっても彼女ザルいないなんてっていう、こんな悩みをおなあの、おまキザルは持たないんですね。みんなっていう抽象概念がないからなんですよ。男ってっていう抽象概念もないから。なので、こういうですね、あの、振動さみたいなのを持たないんですね。なので、なんだろうな、平均というのを考えてしまうようになって人類は。で、同時にですね、平均より上でないと、なんか、 辛い感じがしちゃう。だから、これはなんかほとんどの個体が苦しむことになるんですね。人類は、そのみんなという概念があって、で、俺たちとかグループとか仲間っていうのが分かったんですけども、それのおかげで自分は仲間の中でどの辺にいるのかっていうふうなことで、平均以上じゃなきゃ苦しいから、大半の人は苦しむことになってしまった。こういう代償を受け取ってしまった。最後までありがとう。チャンネル登録してってね。